性的少数者への権利への理解を求めるプライドパレードがニューヨークで行われ、人工中絶の権利を認めないとする連邦最高裁判所の判断についても抗議の声が上がりました。26日に開かれた今年のプライドパレードは、新型コロナウイルス対策による制限を行わず、3年ぶりに通常通りの規模で開催されました。24日に保守派の判事が多数を占める最高裁で中絶の権利を認めた過去の判例が覆されたことから、性的少数者への権利も侵害されることへの懸念が強まっています。When am I no longer going to be able to exist in this country as a fully, you know, realized person, or am I going to have to hide back in the closet? 人工中絶の権利を認めない判断に賛成した最高裁のトーマス判事は、同性婚の権利についても再検討すべきと発言していて、アメリカの保守化に危機感が高まっています。